改めて自己紹介といこうじゃないか。私は 31D の命に吹雪と書いて巫女と吹雪。すげえな。だ私は 31A の茅森瑠香、好きに歌と書く。そっちもすげえな。自己紹介だけでケミストリーを感じるじゃねえか。ということはヤイヤグレイボタダダダダウが分かるってことか。劇場はハードコアだな。もちろんさ。だが私はさらにその先に進んじまった。どこへ？デプレッシブブラックメタルさ。自殺うつ系のブラックメタル。ブラックメタルまではメンバーはついてきてくれていたが、もう誰一人残っちゃいないよ。なんて茨の道に行っちまったんだ。ドラムだけは打ち込みで、ギターとベースとボーカルは全て一人さ。ミックスからマスタリングまでぼっち作業さ。デプレッシブブラックメタルなんて、音の良さなんてどうでもいいもんな。スタジオさえいらない。ああ、だからこの開口に私は打ち震えている。吹雪の方向聞いてみて。サーバンが生きてたらまだ音量が残ってるかもしれない。なんせ機械音痴だね。この勝負もらいました。なんか妙案があるってのかよ。そういう困りごとを一手に引き受けてくれる何でも屋がいるんだ。マジかよ。でも金なんてねえぜ。なんかライブ T シャツ的なものをプレゼントしたらやってくれるよ。それならある。とっておきのグロすぎて人前で着れねえプレミアものがな。そいつで OK だ。じゃあ私の部屋に寄らせておくれ。見つけた。こいつがプレミアものの T シャツさ。おお、イケてるね。ユッキーもきっと気に入る。探したぜユッキー。なんだよ。こいつが困りごとを一手に引き受けてくれる何でも屋なのか。よろしく頼むぜ。待て、いつ私が何でも屋になった。ただのハッカーだわ。またまた、凄腕のくせに。払うものはちゃんと払う。ほらよ。なんだよこれ、血で濡れてんじゃねえかよ。柄だよ、新品の T シャツだよ。内臓まで書かれてるじゃねえか。気持ち悪いよ。こんなのもらってどうすんだよ。パジャマ代わりに着れば。起きた時惨殺されてるように見えて仲間が卒倒すんだろ。うちにはサイコキラーがいるし、なきにしもあらずじゃん。 31A が土地狂ってるように思われるだろ。気に入らないんだったら売ればいいよ。そこそこのプレミアもんだからさ。そんな寂しげに言われて売れるかよ。で、何をすればいいんだ？フブキンが作った音源がどこかのサーバーに残ってるかもしれないんだ。それを探して電池にダウンロードできるようにしてほしい。今生きてるのなんて基地のデータベースサーバーだけだろ。個人の曲が保存されてるとは思えないんだが。まあまあ、探すだけ探してみてよ。音源ってことはバンドのアルバムのようなものか？バンドではあるが、メンバーはフブキン一人。バンド名はフローズンライフ。かっけえ。他に情報は？作詞作曲編曲ミックスマスタリング巫女とフブキ。すげえな、本当に一人じゃねえか。見つけた。なんで軍はこんなデータまで保存してやがるんだよ。アルバムタイトルは？デプレッション。
ファーストアルバム。それだけか。他にもあるのかよ。いや、いい。今はそれだけで十分さ。ルカの電池にリンク送っておいたから、勝手にダウンロードして聞いてくれ。ダウンロード完了！モバイルスピーカーで流すぞ！おい、やめ！フブキンを誘ってお風呂に行こうかな。フブキン、一緒にお風呂行かない？いいぜ。ずぶ濡れのセッションと行こうか。やったぜ。やってんのに可愛い顔してるじゃん。だからこそ音楽性に合うようあんなマスクをつけてるのさ。ギャップがあっていいのに。あんたこそそのルックスで劇場派ハードコアを愛嬌してるなんてとち狂ってるぜ。それもギャップだな。あたしらギャップ萌えだ。なんだいそれは。音楽と関係あるのかい？ない。売れるためには武器になるけど。売るためならデプレッシブブラックメタルなんてやってないよ。一番売れたアルバムでも21枚さ。ほとんど趣味だね。生き様さ。かっ